天川慶三郎から1934年4月5日は、アイヌの民族活動家。旭川の近文で、第七師団の移転に伴うアイヌの土地の差し的な、取り上げに対する返還要求運動に関わり、注目され、近代地京介らから、アイヌの桜総五郎と呼ばれる。アイヌ名はイサラ。現在の北海道小樽市の領域にあたる小樽内、にて生まれ、 1873年、両徳小学校に第一期生として入学する。勉学に秀でていた天川は、小学校を視察した大隈重信、最後を継ぐ道、白に竹白の目に留まる。特に大隈は、成長して、東京へ出たら必ず寄れというほどであった。後、石狩市長の浜松村に移住し、農業を営んだ。旭川の近文には、 アイヌへの給与地が存在した。しかし、旭川第七師団が設置され、旭川の発展に伴い、その中間に位置した、給与地のアイヌ集落が問題視されるようになる。また、近文の肥沃な土地を欲する者が存在し、それが、大倉木八郎であった。百九十九年十二月十六日、近文のアイヌ給与地の近隣に住む、小作人、三浦一太郎が、 近文の主張である河村物クテラを呼び出す。三浦が言うには、お上は、弟子用の土地を、近文にある、給与地とは別に、アイヌに給与する、東京から、殿が来ている、なのですぐに願書に応印して提出するがよい。そう勧められた、河村らは、アイヌの各家庭を周り願書に反応させる。しかし、近文のアイヌは願書に記載されている文章を、読めなかった。 この願書は、実際には、地下組の給与地と手塩の原野を交換するという、内容のものであった。1900年、騙されていたことに気づいたアイヌは、自ら、手助けを申し出た、浅山マスオ弁護士を代理とし、三浦を新東洋、司書偽造で訴えた。3月13日、首長河村らに対し、札幌の地方検事局へ出頭せよとの通達が下る。しかし、 彼らは日本語を理解できなかった。そこで、浜松でアイヌの代弁者として、長通っていた天川に協力を求めることになる。天川は、病に伏す妻、幼い子供たちを家に残し、札幌へ向かう。札幌の宿で、主張らと面会した天川は、給与値問題の経緯について、説明を受ける。翌日、天川は通訳として、彼らと共に裁判所へ出頭した。 天川原は、賢治からアイヌへ拠出される予定の多額の移転料について話を聞くことになった。多額の移転料とは、総額6800円、うち2400円は、三浦一太郎のものになり、残りをアイヌで分けるという。アイヌの個数は46のため、1個あたり100円未満となり、それに加えて一方が与えられるという内容だった。宿に帰った、 天川のもとに家からの電報が届き、妻の帰得を知らせるものだった。主張らは帰宅を進めるが、病人は医者に任せて、こちらを頼むとその他体制の者から説得され、やむなくその場に留まった。3月15日、裁判所に出頭し同じようなやりとりが繰り返された、後、宿へ戻ると、妻の死を知らせる電報が届く。最終的には告訴は不起訴になった。 北海道長官へ、三浦の詐欺を訴えるべく、札幌に20日間とどまるが、門前払いの扱いであった。天川らは、東京の高官へ直訴する決意を固める。旭川から、有志の青柳鶴氏、板倉彩介、アイヌからは、川上小ヌサが同行し、天川は、東京へ向かう。東京では、複数の新聞社を訪問し、運動について語るが記事にはならなかった。 そんな中、彼らの宿に、大石正美が現れ、天川のみを、大熊重信伯爵のもとへ連れて行った。旭川の給与地がどうなったかと尋ねる大熊に対し、今までの経緯を説明すると、大熊は憤慨し、天川に、宿で待つよう指示した。3日後の5月4日、内務省から呼び出された、天川ら4名は、同じく召喚された、園田康方北海道長官と、 相対する。その場には、当時内務大臣であった、西郷嗣道、北海道課長の白木武氏が同席した。ことの次第を暴露した、天河原に対し、園田は、給与地を大倉組に下付した指令を取り消す。しかし土人保護法では、アイヌに開墾を義務付けている。開魂しないのであれば、法に従い土地を没収する。開魂できるか、と問うたので、 天川は必ず開墾すると回答。これにより実質的に近文アイヌが勝利を収め、第一次近文アイヌ給与地問題は終結した。2000円の借金を元手に近文アイヌは45万坪の土地を開墾し終えた。約束を果たした天川らは道庁へ給与地の家フを求めに札幌へ足を運ぶが門前払いされる。1902年。 北海道土人教育会で天川慶三郎が近文アイヌの名義で2000円の借金をして使用した処分するという話があったとの新聞報道を目にした天川はたまらず二度目の状況をした二条のもとへ抗議に赴いた天川は北海道土人教育会の臨時会への出席を認められる臨時会にて新聞報道は偽りであることを説明し 給与地の家父を求める天川の訴えが認められ、天川は満足して浜松村へ帰郷した。1904年9月、深川のアイヌ、栗山区西郎により、天川は告訴された。告訴状によると、天川は2000円を借り受けたが、それをすべて使用した。近にアイヌによる開墾と借金とは、無関係であり、死因投与、漢文書偽造である。というものであった。 未決館へ収監された天川であったが、1905年5月、予震免祖となり、釈放された。自身への疑いが晴れた天川は、近文アイ犬は、朝日川町長、奥田千春にその土地を奪われたとの情報を目にする。報復として、栗山の国訴を検討し、それを弁護士に相談する。しかし弁護士からは、それよりも朝日川町長を訴え、 アイヌの土地を取り返すべきだと悟される。近組の河村物口市長らと面会した天川は、この一件は、朝日川町長と栗山国志郎、仲間であったはずの川上この皿の決託による、暴略と判断。1905年6月、天川は、河村市長を代理し、朝日川区裁判所へ、奥田千春に対する訴訟を起こす。その結果、町長の側から、 朝日川町が愛の給与地を保護することにしてはどうかとの提案があり、天川はそれを受け入れ、時短が成立した。1905年の秋、天川はカラフトへ今日移した。5年間カラフトに滞在した後、浜松へ帰京。1915年11月には熊谷を引き起こしたヒグマの駆除に一役買い、写真が残されている。昭和に入ると、 近代地京介の元を訪ね、給与値問題の経緯について語った。1933年1月23日には、天川慶三老主記を記し、自ら給与値問題を記録している。1934年4月5日死去。ありがとうございます。